新潟市ののっぺの一例新潟市内であっても、地域や家庭ごとに様々なバリエーションが存在するのっぺは、新潟の郷土料理の一つ、農産漁村の郷土料理百選に選定されている。短冊もしくは小さく、角切りにした里芋を、主とし、鶏肉、人参、ごぼう、油揚げ、加熱した、イクラ、ホタテ貝の干し貝柱、シイタケ、ギンナン、タケノコ、レンコン、 かまぼことを加えた煮物である。地域や家庭あるいは、個人の好みにより使用される具材の種類や、温かいままであるか、常温や冷やした状態で食されるかなど、多様な組み合わせが存在する。また、具材の切り方によって、周に不周期に出される煮物になる。里芋によって、とろみが自然につくため、片栗粉や澱粉は必須ではない。 イクラは加熱せずせのまま添えられる場合もあり、またいくらを加熱したものをとと、豆は、魚の幼児語であると呼ぶ地域もある。主に正月や冠婚葬祭の場で、各家庭で食べられてきたが、近年では、時期を問わずに食べられる傾向があるほか、郷土料理店や、居酒屋や、惣菜店でも提供している場合がある。新潟県や奈良県のものが有名である。いわゆる家庭料理であるため、 地域や家庭により、食材や食材の切り方が大きく異なる。柴田市周辺ではコニモン、コニモノと呼ばれる。また、のっぺい汁、ぬっぺい重など、名称の類似した料理が全国に分布する。ありがとうございます。